では次です。小林陵侑選手が所属する土屋ホームスキー部が今シーズンの報告会を行いました。緊張した面持ちで会見に臨みました。おめでとうございます。何をしたんだっけ。こういう結果を得て喜んでくれるみんながいるので、また来シーズンからも頑張りたいなと。まずは1勝を目指して頑張ります。午後には札幌市を表敬訪問。北京オリンピックの功績とワールドカップ総合優勝を称えて、秋元市長からトロフィーを授与されました。来シーズンこそ札幌のワールドカップでビッグジャンプ見せれるように頑張ります。